はい、皆さん、毎度、毎度。はい、ヘアカラーね、お兄さんが塗ってる方は、ちょっと幅広く黒っぽく染めてっていう方だね。で、黒っぽくで、毛先がね、ほとんど退色してないんだよね、中間毛先がね。で、前回、2、3か月前に染めて、顔周りは自分で塗ったのかな。で、ロリアルだとね、退色しても黒っぽさを保ってるっていうのは、 NB のあ5かな3もそうだねちょっと7は今実験中だけどね NB の7っつなのはナチュラルブラウンの7っつうんだけど売れてるっつうんだよあのロレアルの中では昔から,からちょっとそれやっぱり気になって今実験してるんだけど、まあ、NB の5はよく使うんだよねこれは確かに23ヶ月染めない人でも,も戻ってこられた時黄色くとか茶髪にはなってないんだよねちょっとシックにまだ 焦げ茶に染まれて残ってんだよね。まあ、皆さんね。どういう風に染めてっかわかんないけどね。うちはロレアル使ってるじゃないと。ロレアルはやっぱね。3ヶ月ぐらい経つと結構退色しているんだよね。で、今回この白髪染めのまあ、漢字で書いてんだけど、半9ヶ月以降のところが黒くなってるよね。 これ何回か染めちゃうと色が抜けないから黒いんだよね6ヶ月から9ヶ月あたりも結構染まってるけどでこういう方染めるときね根元を3センチ伸びたから3センチだけ染めりゃいいってん、ね、で5センチぐらい根元から5センチぐらい塗ると染めた直後っていうのは新成分を、まあ、塗ったところは結構黒めに染まるとするじゃない、まあ、明るめの方でもそれなりに染まるじゃないですとちょうどね、まあ、図で言ったら6ヶ月とか9ヶ月ぐらいの部分の方が明るくなるんだよねだ 根元黒くてやっぱりその部分が明るく出るっていうのだやっぱりかなり幅広くぼかししてで入れて塗り広げないと均一な色にならないっていうのかね、まあ、ただ単にね皆さん多分幅広く塗ってると思うけど会社によったらねお店によったらその先生がケチだったりするとねなんで根元3センチ以外塗るんだよとかね。 会社でリタッチできたんだからそんだけで 30g 以下で塗るんだ 50g 以下で塗るんだなんてケチなこと言う、ね、経営者なんかもいるからねそうするとまああんまり毛染めにはできないよね毛染めってのはケチったらもう失敗だよねその逆にあり余るほど塗ってもしょうがないけどでもお客さんに今度聞いてみるけど、まあ、塗り方べちょべちょちょっと多めに塗られても気にしないんじゃないかな、まあ、中には 一人だけいるうちはね、あの地肌につけないでって、地肌がちょっと弱い方ね、シみはしないけど、地肌についたやつ、おかんばりついたやつ、を落とすとき、ちょっとシみるとかってあるからね、あのリムーバーが。あと、襟足が黒くなるから、やっぱり襟足のほら、ムダ毛みたいなところが白い人いるんでね、それやっぱりそこまで塗ると襟足黒くなっちゃうからっていう人いるよね、だからそこはほどほど塗って、ダメなやつは反り落としちゃうっていう感じだね、あとでね。<laughs> で今回こちらねお兄さんが染めてる方ねどこの店で染めてた初めて来たんだよやってきたのかわかんないけどパーマかけてはないと思うんだけどパーマをかけて強めの薬でなんか腰が抜けたような感じ縮毛矯正をかけたにちょっと近いような痛みを持ってるっつうのちょっと不思議な毛質これ安い毛染めで染められてきたんじゃないかな今までうちずっとロレアル使ってるけどロレアルで染めた手触りじゃないんだよね まあでもね、お客さんってのはいろいろいるからね手触わりなんか悪くたって染まってりゃいいのよって言われちゃったら安くていいんだけどねこのヘアカラーの塗布量をねやっぱケチケチ塗られてもお客さんってのはどうなんだろうなと思うよねだからといってさベチョ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 大量に頭使わねえでさ上の空でべちょべちょ塗られても壊ると思うけどある程度てんこ盛りの方がお客さん喜ぶんじゃねえかな。 あ、そこの店塗るの少ないからとかって噂立っちゃったらもう終わりだよ。お店はあと安い。毛染めだと大量に塗ると手触りが悪くなるとかギシギシするとかね。ぼかしで塗り広げるととんでもねえことになるとか。それはもう毛染め変えた方がいいよね。<laughs> 安い毛染め使ってる人はまあ、そういうことになっちゃうけどね。安い毛染めをまあ、使うお店ってもう根本的に考え方が。 まあ経費を抑えようになるから安い毛染めで幅広く塗ったら傷むから当然根元だけ染めろとかね、うん、少ない量でいいんだよ傷むからってんでそっちが先立っちゃうのかもしんないね、まあ、でも安い毛染めでまあ多少傷んでも構わないとトリートメントすりゃいいのよってトリートメントで売るっていうの、まあ、それはそれで商売って言えば商売だけどね、まあ、職人としてはそんなのありえねえよねやっぱり少ししでもダメージ減らして まあしっかり、ね、根元から毛先の方まで綺麗に染めたいっていうのはあるからね、まあ、これは考え方はもう経営者の考え方の違いになってくるから、まあ、これはどうしようもできないよね。はい、お疲れ様でした。